DDT21 日の両国国技館大会で、新日本プロレスのエル・デスペラードがクリス・ブルックスに勝利。休養前の最終戦を見事、白星で飾った。写真、試合後、マスクを手に持ってリングを後にしたデスペラードこのシングル戦をもって休養に入ることを明言しているデスペラードは、反則裁定がなく狂気の使用も認められるノーディー級マッチでクリスと対戦した。ボング前、 相手に赤い花束を渡したデスペラードは、自らも花束を手にして殴り合い戦いの幕を開ける。その後は狂気が飛び交う展開になり、中盤にはハサミでマスクのぬか部分切られて額を露出させられる。そこにハサミを突き刺され、大流血になったデスペラードは自らマスクを剥がして、くれてやるよ。とクリスに叩きつけた。その後もお互いの体や額にホチキスを打ち合うなど、凄惨な戦いを展開。 さらにクリスにホームの地の利を生かされセコンドの介入を許し、ゴムパッチンなど連携攻撃の餌食になった。だが、敵軍の安東ニオ本田が創作昔話をしようとしている間に炭酸ガスを強奪して吹きかけ、セコンド陣を蹴散らすことに成功。クリスをスピアーで有刺鉄線ボードに叩きつけるなど反撃に出た。 簡単には譲らないクリスからソ馬マトからプレイングマンティスボムと畳みかけられる場面もあったが、3カウントは許さず。最後はリップロックからロコモノでぶっ飛ばし、ピンチロコでマットに叩きつけて3カウントを奪った。大流血の末に勝利したデスペラードは、DDT って楽しいな。痛いけど、きついけどすっごく笑えて、絶対に負けたくない気持ちが出てきて堪能したよと充実を感じた様子。 この一回じゃねえだろ。次はいつかわからねえし、本当にあるかわからないけど、としつつ再戦を望んだ。一方のクリスは、やっぱりデスペは強かったね。負けました。だけど生きている感じがしますと満足そうに話していた。